はい、シュプリームテラテラです。はい、今日はですね、だいぶ遅くなってしまったんですが、ウィーク18で購入したアイテムが届きましたので、そちらの方を開封していきたいなと思います。はい、ということで、もうだいぶ前にね、届いておったんですけれども、なかなかね、ほんと撮影する時間というのがなくて、まあ今になってしまいました。大変申し訳ございません。購入したのが土曜日で、届いたのが確か翌日の日曜日だったので、いやもうかなりお待たせしちゃったなという感じで。はい、それでは早速開けまして、まずステッカーですね。ステッカーはもういつものステッカーに戻ってますね。はい、いつものステッカー2枚、はい、こちらが入っておりました。はい、そして届きました商品がでかい。やっぱりでかいな。いや、開かない。よし、もう箱パンパンに詰まってますね。箱パンパン、よいしょ。はい、箱から出しました、こちらですね、ティンバーランドの箱になりますね。はい、おなじみのティンバーランドの箱なんですけど、シュプリームの、はい、ロゴがしっかりと入ってますね。はい、じゃあ早速開けていきたいなと思います。いやー、もうこれね、買えた時本当嬉しかったですね。はい、おお、おお、こんな感じか。はい、こちらと、はい、こちらですね、右左。それと他に付属品は、あ、入ってましたね。なんか紙タグが入ってましたね、ティンバーランドシュプリームの。はい、特殊なエンボス加工を施しているため、色の、違いが生じる場合がありますって書いてありますね。はい、はい、箱の裏にはね、なんかこう注意書きみたいなのが書いてありますね。はい、そして商品はこちらになります。はい、ティンバーランドとのコラボのダイヤモンドプレート6プレミアムウォータープルームブーツになります。長い名前ですね。いやー、もうこれが欲しくて欲しくて仕方がなかったんですけど、ほんと買えてよかったなっていう感じですね。まあ、まず最初に見た感じも、とにかくかっこいいって感じですね。もうかっこいい、ただただかっこいいっていう感じ。はい、まあヌバックの、ブーツになるんですけれども、まあ型押しでね、このダイヤモンドプレートの、型が売ってるっていう、ちょっと変わったデザインになります。サイズは US8.5 26.5 センチになります。で、ホールの数は 1,2,3,4,5,6,7 7ホールですね。はい、で、こちらの方にティンバーランドの、はい、マークとシュプリームのピスタグがついてるというような感じですね。後ろは、ラバー素材になるのかな、はい、になっております。はい、そして右足の方にもこの、何でしょう、キーホルダーみたいなのがついてますね。ティンバーランドとシュプリームのダブルネームの入った何て言うんでしょうね、これラバープレートがのキーホルダーがついてるというような感じですね。いや、ほんとかっこいいなって、もうただただかっこいいなという感じですね。色の方はですね、こちらのウィートという色と、あとブラックとピンクがありました。ピンクはね、特に数が少なかったみたいでして、まあ結構、ピンク狙われた方なかなか買えなかったという感じだったんですけど、このウィートはね、比較的数が多かったので、まあ3色の中で一番人気ではあったんですけれど、まあなんとか手動で購入することができましたね。これは替え紐になるのかな。おそらくこれ替え紐ですね。替え紐が、ついてるという感じですけど。そしてね、まあ、この商品なんですけど、発売された時のその値段ですね。
値段がなんと46,000円もするっていうことで、まあ、通常でしたらティンバーランドとのコラボのブーツってだいたい言っても35,000円ぐらいだったんですけど、まあ、この円安の影響なのかしてですね、一挙に10,000円、はい、3年間で1万円もですね高くなってしまったというようなことで、このまあこの値段どうなのっていうのは正直あるんですけど、まあこのティンバーランドのブーツはですね、まあ欲しいと思った時に、まあ2次で買おうと思ったら本当高いんですよね。もう7、8万当たり前みたいな感じで、なのでまあ今回まあ定価46,000円高かったんですけど、まあ定価でね本当買えてよかったなというような感じですね。あとはその、サイズ感なんですけどね、気になるサイズ感、ちょっと早速履いてみたいなと思います。はい、中にはこんなのが入ってました。はい、履いてみました。私普段ですね、ダンクですとか AJ1 は、まあ、26.5 か27を履いているんですが、まあ、今回は 26.5 を買ったんですけど、まあまあサイズ、まあぴったりですね。はい、26.5 でぴったりでした。はい、そんなね、なんか大きいとか、言われてたんですけど、そんなこと、履いてみるとそんなことないですね。まあ確かにこれが27だったら少し大きかったなっていう感じなんですけど、まあ 26.5 で、はい、ちょうどいいというような、はい、ジャストサイズだなというような感じですね。はい、いかがでしょうか。おー、かっこいい。私の場合はですね、どちらかというとキャンプ場なんかに履いていけたらいいなっていうふうに思ってまして、はい、まあ待ち履きというよりはね、どちらかというとキャンプ用というような感じですね。いやー、かっこいいなこれ。はい、履いてるズボンがですね、カバーオールなもんで、ちょっと中にブーツの中にズボンを入れてっていうのはちょっとできないんですけどね。まああんまり私はそんなに身長がないのと足がそんなに長くないので、まあ多分ブーツの中にズボンを入れて履くっていうことはまあまあそんなにしないかなと思うんですけどね。まあ非常にかっこいいんじゃないかなというふうに思いますね。はい、ということで、ティンバーランドのブーツ、着用してみましたけど、いかがだったでしょうかね。まあ本当かっこいいですね。かっこいい。はい、で私のレビューが本当下手すぎてですね、この魅力が多分伝わってないと思うんですよね。ちょっとそのあたりがね大変申し訳ないなと思うんですけど、まあこのなヌバックの、ブーツですけどね、まあ防水加工もされているようなので、まあ綺麗に履けばですね長く使用できるんじゃないかなと思いますし、あとねやっぱりこうティンバーランドのとのコラボのブーツっていうのは本当一足はもっと着たいなというふうに思ってましたんで、ただやっぱりこう、まあ前出たやつはですねちょっとマークがドーンと大きく載ってたりとかして、あ違うなと思ったりですね、なかなかこうシンプルでかつちょっとスプリーム感のある尖った感じっていうのがなかなかちょっとなかったんですけど、まあ、これはね本当まあ自分の求めていたティンバーランドのブーツじゃないかなっていうふうに思いまして、まあ、今回本当ね46,000円、値段ばっかりの話して申し訳ないんですけど、値段は高かったんですけど、まあもう本当一生に一度一足の靴としてはですね、まあ私はもう納得して今回購入することができたんじゃないかなというふうに思います。はい、まあこれからねまた新しい、コラボ、まあ3年に1回ぐらいのペースで多分こちらのブーツも出るんじゃないかなと思うんですけどね、もうその時はねもう本当グッと我慢してですね、こいつを、大事に履いていきたいなというふうに今は思ってます。はい、ブラックもかっこよかったんですよね。こういうのを持つとなんかブラックも欲しいなってちょっと思うようになってきてるんですけど、はい、まあ大事に履いていきたいなと思います。はい、ということで、今日は、ティンバーランドとのコラボのブーツの、はい、レビューをさせていただきました。それではさよなら。